手が魅力的に描けない。そんなお悩みはありませんか？こんにちは、斉藤直樹です。イラストを描く上で手ってね、すごく重要ですが、うまく描けない、難しいって感じる人、多いですよね。朗報です。今回、お絵描き講座パルミーさんとのコラボイラストコンテストで、手が魅力的に見える構図の素材写真を全250枚、無料配布しちゃいます。その名も、この手誰の手直樹の手、イラストコンテスト。私、斉藤直樹が手のモデル担当をいたしまして、今回このコンテストの審査員担当もする予定です。例えばね、こんな写真とか、こんな写真とか、こんな写真なんかも、思わずね、イラストに使いたくなってしまうような写真じゃないですか？あ、ちなみにね、この写真は僕がモデルではありますが、僕を描かなきゃいけないわけじゃないですからね。あくまでポーズ素材として、この写真を使って、皆さんがどんなイラストを描いてくれるのか、今からすごく楽しみにしています。このコンテストは、本日2月29日から5月7日まで作品を募集しています。大賞を受賞した方には素敵な景品も贈られちゃいますよ。こんな景品、こんな景品、こんな景品までめちゃくちゃお絵描きに役立ちそうです。しかもね、画像にもあるんですが、今回は手がメインテーマのイラストコンテストということで、こちらの牛マークの赤い箱の石鹸でおなじみの牛乳石鹸共振社株式会社さんも協賛されております。あとね、僕が着ているこの T シャツ、これ可愛いでしょ？牛さん。それとですね、これ、これめっちゃいいんですけど、牛乳石鹸かやおりタオル。はい、こんなね、可愛い柄のタオルになっております。あとはですね、これ、これなんだかわかります？こんなね、風呂桶とか、風呂桶、これも可愛いですよね。あとは全身に使えるスキンケアクリーム。いい香りです。あとは当然これ、牛乳石鹸ですね。中にね、たくさん入っていて、牛乳石鹸の詰め合わせになっております。しっとり赤箱。あとめちゃめちゃ個人的なんですけど、うちの奥さんも洗顔クリーム、牛乳石鹸さんのものを愛用しています。肌にすごく優しいらしいんですよね。パルミーさん、絵を描くことを楽しんでもらいたいという思いもあって、イラストコンテストを開催されるそうなんですが、ちょっとこういった一風変わった商品もあるので、他のコンテストとは違った面白みもありますよね。コンテストの詳細は概要欄、コメント欄にあるコンテストページの URL からご確認ください。はい。ただそもそもですね、いやいや、手って書くの難しいじゃん。俺には無理だよ。ってお悩みがあると思います。ですが、いいですか？それ完全に間違ってますよ。手を書くのが難しいのって、実は手の細かい部分ばかりに気を取られすぎて、全体感を捉えられていないことが原因だったりするんです。今回ですね、そんな人のために、お絵描き講座パルミーさんの手のジェスチャードローイング講座で手の詳細を追うのをやめて手の印象だけを30秒から1分書くことで劇的に手を書くのが得意になっちゃう、そういう練習法にチャレンジしてみました。結果からお伝えすると、マジでこれ重要です。書くのが上手く、そして早くなる。どういう講座か気になりますよね。早速紹介していきますね。手のジェスチャードローイング、はい。でね、今回僕がチャレンジしていくのは、手のジェスチャードローイングという講座です。これは、芸術大学の客員教授の経歴もある、ジェスチャードローイングの講師で、ジェスチャードローイングの関連書籍も多数執筆されている、佐藤福郎先生の講座です。手をうまく描くには、細部にこだわるのではなく、まずは大きな塊、大きな動きを大事に、ジェスチャーのように大胆に全体感をまずは捉えてみよう。それが手をうまく描くための上達につながるよ、という講座になっています。こんな感じでね、まずは描いてみようというスタイルなんですが、途中途中でこういうことを意識しよう、こういう知識も盛り込んでみようってね、徐々に徐々に知識や描き方のコツを組み込んでいけるのも特徴的な講座です。かっこいいシルエットを描くには、硬さと柔らかさを意識するといいよ。そのためには、直線が硬くて男性的、曲線が柔らかくて女性的な印象を与えるよ、みたいにね、量をこなしていくうちに少しずつステップアップできる情報をしっかり伝えてくれています。いやー、早速書きたくなっちゃいますね。やってみましょう。はい、ということで、まずは何はともあれ書いていってみます。あんまり細かい部分は意識せずに、とにかく大きな塊、ビッグシェイプを探して書いていくんだと佐藤福郎先生はおっしゃっていますので、ビッグシェイプを意識しながら形を取っていこうと頑張っております。あー、いや、しかし30秒は短い。一瞬で終わってしまう。こんなに短かったっけ？ 30 秒って。はい。という感じで、あっという間に全てが終わってしまいました。ああ、なるほど。
ちょっとまだ全体を捉えることに慣れてないですね。もっと大きな塊で見ていかなきゃいけないのか。あー、なるほど。これは悔しい。さて、気を取り直して2回目のチャレンジ。さっきよりはいくらかマシになってるんじゃないでしょうか。いやー、これはね、確かに慣れるまで難しいんだけど、まあ、でもね、大きな塊を捉える練習になるし、何よりも1回のチャレンジが4、5分で終わっちゃうので、もうそれもあってね、気軽にドローイングできちゃうのが良いですね。はぁ、はぁ、はい、2回目終了。もっといけるような気がするな。はい、ここでちょっと私気づいたんですけどね、これね、結構ペンの設定大事です。細いペンの線とか、あとは一定の太さでしか書けないペンだと、力の入り具合とか前後関係を線の太さで表せないので、ね、短時間でニュアンスを捉えるのが結構難しいんですね。なので太いペンに変えてみました。お、あ、これだと割といい感じに書けるような気がしますね。はい。お、いいんじゃないでしょうか。どうでしょう。3回目もあっという間に終了です。うわ、これ結構ハマるかもしれません。よし、じゃあ最後のチャレンジ、最終チャレンジ行きましょうか。今まで学んだことを絵に反映させていきましょう。直線は硬さ、曲線は柔らかさ。手のひらを塊として捉えて、指は方向を意識して両側を描かずに線一本で表現してもよし。なかなかいい感じにビッグシェイプ、手のジェスチャーを捉えられるようになってきたのではないでしょうか。はい、ということで、まだまだね、先生には及びませんが、いや、これはかなり面白いですね。絵を描く前のウォーミングアップにも使える気がするので、はい、大変おすすめな講座です。僕がチャレンジしたポーズ以外にも複数のポーズが収録解説されているので、興味が湧いた方はぜひチャレンジしてみてください。パルミーのお絵描き教室で学ぶメリットデメリットは、メリット1、全200講座が見放題、無料のお試しもある。はい、ここからはパルミーさんのメリットデメリットについてもお伝えしていきます。まず最初に紹介したいメリットはですね、全200講座が見放題で、その上無料のお試しもあるってことです。ですね、今の一言で伝わったかどうかわからないので、もう一度丁寧に説明するとですね、パルミーのすごいのは、この無料のお試し期間が7日間あるんですが、その7日間なんと視聴制限ありません。パルミーにある全動画見てよし。え、すごくない？ここから先は有料とかなくて、まあ、これできるかどうかはさておいて、もう気合を入れればね、全動画を7日間で制覇することだってできちゃうんですよ。パルミーさん、太っ腹すぎないですか？いいんですか？いや、もう本当に全部見ちゃいますよ。メリットに、講師陣が豊富。はい、次に紹介したいメリットは、なんといっても講師が豊富ということです。パルミーにはイラストレーターだったら誰しもが知っているような先生が講師として講座動画を出していらっしゃいますので、普段はなかなかお話を聞けないような方にも動画を通してお話を聞けたりします。これはね、すごくワクワクしますね。あとは例えばお絵描きだけじゃなくて、こんな講座もありました。これは著作権についての動画なんですが、行政書士の専門家の方がね、著作権について詳しく説明してくれているので、こういったみんなが少し不安だけど調べるのはちょっと難しい、こういう部分を取り扱ってくれるのはすごくありがたいですね。これは勉強になります。あと講座の中身を開いてみるとわかりますが、こんな風にいくつかのチャプターに丁寧に分かれていて、一個一個の学びがかなり細かく分類されているので、初心者でもそんないっぺんに言われたら何やっていいのかわかんないって困ることがなさそうです。一個の学びの区切りが30分程度なものが多いので、平日の夜とかでもあんまり無理せずともね、会社や学校が終わってから夜30分だけでも勉強することができますね。メリット3、学割料金プランがある。そしてやっぱり気になるのが価格ですよね。パルミーは月謝制になっていて、月会費が1ヶ月プランだと1ヶ月あたり12,000円、6ヶ月プランだと月々9,800円で、で12ヶ月プランだと月々7,900円といった価格設定になっております。まあ、僕的にはね、内容が詳しくわからない時点でこの値段を聞いた時に、え、パルミーって動画のサブスクリプションサービスでしょ？って思うと、動画のサブスクとして1ヶ月1万円ってちょっと高いなっていう感覚は正直ありました。でもね、考え方によってはこれはメリットだと思うところもあります。
ってなんだかんだ言って書かないと絶対に上手くなりません。でもね、月謝1万円払ったらさすがにね、損しないように頑張って受講しようとするじゃないですか。それがね、上達につながっていく部分が確実にあるかなと思いましたので、あえてね、メリットに入れさせていただきます。でね、これはまあ精神論的な意味でのメリットなんですが、実質的なメリットとしてはなんといっても学割。これ学生さんにとっては大きなメリットだと思います。25歳未満の学生の方限定ですが、1ヶ月プランだと1万2000円の半額、6000円、6ヶ月プランだと月々4900円で、そして12ヶ月プランだと月々3950円ですね。全プランの価格が半額になっちゃいます。デメリット1、動画を活用して実際に手を動かさなければ無駄。はい、ここからはデメリットについても包み隠さず3つ紹介していきます。まず最初のデメリットは、これね、当然なんですけど、いくらパルミーの動画が豊富で充実しているからといって動画をね、見るだけで上手くなるわけじゃありません。動画を見て、そして実際に手を動かして、何度も練習して初めて絵は上手くなります。見たら速攻上手くなるって思った人、それを期待している人は、それ完全に間違ってますからね。心に留めておいてくださいね。動画を見て、そして何よりもちゃんと書きましょう。ここ最重要ポイントです。デメリット2、専門学校や大学の代わりにはならない。まあ、これオンライン講座全般に言えることなんですが、良くも悪くも基本的には一人で学ぶスタイルっていうことですね。なので友達や仲間はできませんから、学校やコミュニティのような感じではないです。僕はね、コミュニティの良さって、自分自身があんまり望まなくても友達がね、勝手に刺激をくれるっていうところってあると思うんですが、当然そういうのは一切ないですから、学校の代わりみたいな風には捉えない方がいいと思います。例えばですね、もともとやる気がそんなにないんだけど、なんかこういうサービスに入ってみたらやる気を上げてもらえるのかもしれないっていう期待の仕方で入っちゃうと、それはね、ちょっと難しいかなって思ってます。でもね、一方でパルミーさんはそこは分かっていて、受講完了マークとか、あとはコース完了時にもらえる終了証書とかね、いろいろ用意されていて、モチベーションを高めてくれる工夫もされているんですが、まあ、そもそもオンライン学習の性質上、自分で自分のことをモチベート、やる気を上げるのが不得意な人にとっては、こういうオンライン学習はちょっとね、ハードルが高く感じてしまう部分もあるかもしれません。そのモチベーションの差が伸びしろに直に影響してくる気がします。デメリット3、自動延長には注意。はい、そして最後、メリットとして7日間の無料体験をご紹介したんですが、この無料体験の落とし穴として1点注意があります。それが自動延長です。これ本当に注意してもらいたいんですけど、もしね、7日間の無料体験のみを希望する方で、7日間うっかり超えて大会手続きをしないとですね、これ自動延長になっちゃいます。一応ね、ここに無料期間は何日の何時までっていう表示が出ますし、無料お試しを開始した際にパルミーさんから送られてくるメールなんかでもお知らせが書かれているので、リマインダーとかでアラームをかけて大会手続きを忘れないようにしてほしいです。ここだけ気をつけてくださいね。最後に、パルミーを始めてみようかなと思った方にお得なお知らせ。斉藤直樹チャンネル限定、この動画のコメント欄、概要欄にあるリンクからパルミーの無料のお試し、または再開をすると初月 20% オフになっちゃうキャンペーン実施中です。この機会に良ければ挑戦してみてくださいね。イラコンってですね、結構テーマによっては各モチーフに悩んじゃうっていうことってあると思うんですが、今回のテーマはもうね、ってめちゃくちゃはっきりしていて書きやすくないですか。ぜひね、この機会に有効に活用して、ついでに画力アップにつなげちゃいましょうね。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。